こんばんはじゃなくてこんにちは、こんにちは、ヨテリングです。いやーちょっと遅くなってしまった、すいません。あのねもうね全然準備がねちんたらちんたらしとったらね、なんかうまくねいろいろいかなさすぎて、やり直ししてたらもうこんな時間になってしまった。というわけでね、まあ今日はねもうちょっと早くやりましたね、まあ、特に意味はないんですけど、オンラインお話会終わってからはどうかなと思って、先にねもうやってしまった方がと思って、先にやってしまった、ごめんね。やっと Wi-Fi がね復活したので、もう本当に嬉しくて、マジで天国、もうこれで SNS を見れるし、なんか本当に Wi-Fi がぶっ壊れた時はマジでギガがもうゼロだったんですよ。で多分親がねギガをね買ってくれたんだと思うんですよ。それでもショールームができてたっていうのは多分絶対だって 1G であんだけショールームできるはずがないから、多分親が買ってくれたんだろうなと思ってたんだけど、復活してもうやっとねこれでイエーイってなって、もうなんかいつもツイッターとか自分の最小限しか見れなかったし、インスタとかももうなんかゲームとかドボンもねもうちょっとあんまやらないようにしてて、 YouTube も全く見ないみたいな、もう超しんどかったんですけど、やっとね昨日あのねいい感じにやったらね回復してってなって、まあそうなってあの回復したっていうね、でね回復したよっていうちょっとあのコメントだけした。うん、みんながなんかあのすごいいろいろアドバイスくれてたから、あこれは言わんとと思って、そう回復したよって報告ねしたんだよ昨日ね。そうなの、もうちょっとバタバタしてる。うん、何しようとしたか忘れたけど、なんだっけな、やべえ。そうでね、そうなんですよ。あ、昨日の話をしようと思ったんですけど、昨日ね、あのレセのねライブね見てくださった劇場に来てくださった方と、身体感コネクトライブ見てくださったね、配信で見てくださった皆さん本当にありがとうございます。イエーイ嬉しい。声めっちゃハスキーでもね、すごい嬉しかったです。なんか結構ファンの人の終わってから755とかこう見たんですけど、いろいろとあのツイッターとかすごいみんな良かったって言ってもらえて、かっこよかったって言ってもらえてむちゃくちゃ嬉しかったです。そうしたのあの喋るけどね、ちょっと私画面から消えるわ。そうめちゃくちゃね嬉しくて、本当にあの意外にも皆さんからの評判がちゃんと良かったことが私はすごくないんだけど嬉しくてですね、本当にあっという間でしたけどもすごく楽しかったなっていう風にね自分的にはとっても思いました。はい、皆さん的にもどうでしたかね、楽しかったですかね。あんなにあったっけ、どこ行ったんやろ。そう、でどうでしたっけ。そうね、なんかすごい良かったって言って、なんかみんなのコメント的にはなんかもっと超下手なんかと思ってたみたいな、でも意外に上手かったみたいなねってコメントもすごくたくさんいただいて、まああのね渋谷ストリームの時からまあ2ヶ月ですね、今月で1ヶ月。あ、タカさんお仕事ありがとうございます。そうでなってすごい嬉しかったですね。はい、まあねあのそ言ってて
率直に言ってしまえば楽しかったです、普通に、うん、めちゃくちゃ楽しかったです。まあね、あの間違えなかったかって言ったら、まあ間違えましたけど、普通に、うん、結構間違えましたけど、もうでもね、なんか間違えるよりか楽しんでやった方がいいってすごい富山さんにも言われてたし、あのね、うん、分かんないからってさそんなのね、分かんないからみたいな、誰もね、ちゃんとしたコードなんてね、分かんないからね、楽しんどけばいいんだよって言ってね、言われたんで、で頑張ってね、ちょっとね、なんか私はもうちょっとね、あのね、上手にね、余裕がもっとあればこうもっとね、動いたりとかなんかできたんですけど、ちょっと昨日のね、あの動きが私の中の結構精一杯でしたね。なんか結構リハの時はわりかし地蔵目だったらしくて、富山さんにもあの動いてってめっちゃ言われてて、そう、ちょっと本番は頑張ってね、なんかよくわかんない動き出したけど、ちょっとああいうね、動き方がね、やったことがないので、本番で初めてなんかよくわからない感じになったんですけど、まあちょっとあのすごい楽しかったです。実質ね、実質も始まる前マジでどうしようかなって思ったんですけども、意外にね、やっぱね、あのね、前にね、ファンの人がいるのといないのって結構違くて、やっぱいるとね、いるでね、すごい楽しかったですね。そういう交流がなかったとしても結構あの楽しかったかなっていう風に思いますし、頑張ってね、前をなるべく見れるよう、あのね、配信見てる人はね、あれかもだけどね、私の中ではなるべく前をね、向けるようにと思ってチュッチュッって向いてたりとか、まあ、配信にね、どれだけね、その前を向いてる時を映ってたのかは知らないですけど、多分配信はね、9割ぐらいね、あのベースの弦を弾いてる手を見てたと思うんですけども、なんか結構頑張ってやっぱ前を向いて、ずっと横側だとね、あれかなと思って、一生懸命前を向けるようにと思って、あの頑張ってこう前をあの向いてね、あの劇場に来てくれた人はね、結構ね、あの私的には結構目が合ったと思ってるんですけど、わかんない、ファンの人は合ってないと思ってるかもしれない、私の中では結構目が合ったって自分で思ってます私の中ではね。そう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 、実際ちょっとみんなが合ってんのか合ってないのかは分かんない、私はね、みんなのとこ見たんだけど、なんかうん、分かんない、もともと私のファンの人反応薄いから、別になんかそれに関しては何も思わんかったんだけど、こう見てるんやけど伝わってんのかなと思いながら、結構ね、頑張った。なーって自分的にはね思いました。すごい楽しかった、めちゃくちゃ、もう一回やりたい。そう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 、まあね、私もね結構反応薄いタイプの人間なんで、ね、いいんですよね。ほんで何が何やだっけな、何マジ言ってたっけ、あ、地道なシリアさん、タワーありがとうございます。そう、むちゃくちゃね、何がでもね、やっぱセカンドライブまたできたらいいなって思う、すごい楽しかったから、なんかでもやっぱり2月の渋谷ストリームの時よりかはやっぱり演奏は上手くなってるって富山さんも言ってくださってたし、そう、頑張ってね、あのってやりました。楽しかったですし、なんかみんな結構衣装もね、私結構今回あのメンバーがね、可愛い系のねメンバーが多くて、結構童顔が多いねって MC ちゃんは、ね、楽屋でもね話してたりとか実したんですけど、そうそうそう、なんか私以外みんな童顔やなっていう話をね、その裏でしてて、確かにみたいなね。衣装もね、私オープニング私だけパンツだったりとか、まあエンディングのやつも私パンツだったりとか、結構ねかっこいい担当みたいな感じで、私はどっちかっていうと、そうそうそう、そういう感じのね担当ですね、レシでは。まあレシじゃなくてもそうなんですけど、そう結構ね。でなんかコメント読んでると、Don't say lazy、 軽音のやつですね、ミーヨンさんがすごいずっとやりたいって言ってた曲をあのやったんですけど、あの
すごいそれがね、なんか結構みんな的にはあの良かったかなっていうコメントがすごい多かったかなって私には個人的に思ったんですけど、なんか私がねその配信事前配信の時に AKB 以外の曲やりますって言ったんですよ。でそれの曲だがあのその軽音の曲だったんですけど、実はそう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 、制服を着てね、軽音部っぽく制服を着てやったんですけど、私は制服もちなみに2杯で黒い2杯に袖をまくり上げてっていう感じの着方にして今回はやったんですけど、あのね結構制服もめちゃくちゃ評判良くて、そうなんかあれがめっちゃ良かったって言われたんやけど、あれね写真撮ってないんですよ私。そうあれねすごい評判良かったんですけど、私写真ねちょっとねあの結構着替えるのバッタンバッタンしてて、あのね結局ですね、はい、あの写真撮ってないんで、あの写真ないんですけど、なんでまあねぜひねアーカイブでね何回も見ていただけたらなと思いますので、はい、あのもしもう一回見たいないう人はねアーカイブでもう見てください、何回もね。はい、破片ない、破片に言っとこうと思って、破片ない撮れなかった写真。うん、なんで撮らないの。うん、後ろでバタバタしてたからよ、着替えてベース寄って準備して忙しかったのよ。うん、そうで、あと何がある、難しいな、なんか急いでるとね、なんかいっぱい言いたいこといっぱいあんねんけど全然出てこんっていうね。結構ね衣装もねチェンジさせていただいて、なんか結構衣装が一着なのかなって思いがちじゃないですか。まあ基本的ねバンドって衣装変えないじゃないですか、一着でっていう感じだから。でもねそこはね他のユニットさんと分け隔てなくね衣装チェンジもさせていただいて、はいって感じだったんですけど、あ、しんどさんタワーありがとうございます。そう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 、すごいあの良かったですね。結構パンツスタイルもかっこいいってあの言ってもらえたりとかして、そう私ねあのメンバーの中で唯一私だけがね結構身長が飛び抜けて高いんですよ。他のメンバーね150センチ前半ぐらい、前半ぐらいまでぐらいしかないので、そう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 、すごいねかっこいいって言っていただけてよかったですね。ベースちゃんもね、ピンクのベースちゃんも可愛かったでしょ結構。うん、そうなんですよ、可愛いなと思って。うん、そうポニーテールにしてね前来ました、昨日は。はい、そう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 、そう背高く見えたやろ。私そんな高くないんですけど実際はね、みんなちっちゃいから多分大きく見えたのかなっていうのはありますね。うん、そうなんですよね。なんかねアーカイブがね見れなくてですね、どうやって見るんだろうっていうね、ちょっとアーカイブ見方知ってる人いたら教えてください、ちょっとコメント待ってます。アーカイブがね見れなくてですね、うちの親がねアーカイブ見れないんだけどこれどうやって下見れるのって言ってさ言ってて、でなんか調べたんだけど出てこないんだけどみたいな感じで言って、そう結構アーカイブの見方がさわからないらしくて、あ12月3日からってことか、あー12月3日からアーカイブが見れるよってことね。あそうママに言っといてあげるわ、絶対ママ分かってないと思う多分ね、ママはね次の日から見れると思って、見れないんだけどってめっちゃ調べてね、ママなんか調べてもさ出てこないんだけどとかね言ってきてさ、なんか知らんって言われたけどうち知らんのだけどって言ったんやけど、そうそうそう、あーねそういうことか、うん今度言っとくわそうやって、オッケーオッケー了解。うんーでそうそうそう、それでねなんかね終わったらね富山さんにさあの MC でもタブフを見せたの、ヘビロテのタブフを見せたんだけどみんなに、であれはヘビロテのタブフなのね。で富山さんが公開したのはセットリストあるじゃないですか、セットリストのあの
どんな写真やったかな、ちょっと待って、その時間がない、時間が、あ、そうそうそう、これね、タブ譜ね。ちなみにこれはですね、何と言いますと、あのこれがね全部ってわけじゃないんですよ、実質。はいはいはい、これがね、あの全部ってわけじゃなくて、これは自分が間違いやすいところの抜粋で書いたんで、これ見たらね、あの全部弾けるわけじゃないです、実質ね。あの MC で見せたヘビロテではあれが全部なんですけど、この富山さんが載せてくれたやつは、まあ鈴鹿系だったらこの2行あるじゃないですか、これは自分が間違いやすかったところですね。その2月の渋谷ストリームの時に練習してて、自分が間違いやすいところを抜粋したところなので、これをね見たらね、全部こんな、さすがにあの鈴鹿がこのたった2行で全部弾けるわけがない、こんなに覚えることが少ないんだったら、これは苦労しないんですけど、そう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 。でなんかこれね、結構ね、むっちゃ暗号ってすごいね言われるんだけど、富山さんに、私はこれで練習してましたね、結構。はい、ほんでね、なんかいろいろ間違えてたからって言ってね、次の日書き直したらね、まさかのね、富山さん書き直した方も持ってたね、写真書き直す前のめちゃくちゃなんかタイトルすら間違えてるやつも持ってたし、なんか書き直すやつも持ってたけど、そうそうね、すごい見やすくなったなと思って、色分けもちょっとしてみたりとかしてね、あの大差ない言われましたけど、そう、これをね、あのやってね覚えました。あ、これが私の伝説のタブフちゃんですね、私のタブフ。そう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 、タイトルをねめちゃくちゃ間違えてた、これね夜作ったからね眠かったんやろね、きっと。そうそう、だからね結構あの頑張って作ったっていうね、これは私のね言われとったタブでございます。はい、いやなんか間違えすぎてて写真撮られたんよねてかこのタブが不思議すぎて、なんかこんなんでようできんなって言われて、私はこれができるから、そう、これで書いてるんですよつって、弾いてるんですよつって弾いてたんですけど、結構ねいい感じやろ。あれ、だって家の鍵ないよ、5分もう家出ないか、そうそう、そうでね、すごいね、あの頑張ってやりましたね、懐かしいって昨日のことですけども、はい、これでやったんですね。まあ覚えま、あのね、またね、じゃあこれはどうやって読むのかっていうのはまた今度解説してあげましょう。皆さん知りたいですか？別にそんなことない、そんなことないとせんけど、なんかすごいファンの人とかも、なんかこれはどうやって解読すんのみたいな感じで言われたから、じゃあちょっとなんかこれはこうやってと言おうかなとか思ったりもしたけど、あ、知りたいですか？じゃあ今度またあの時間があるときにじっくり、じゃあちょっと解説しようかなと思います。あのね、めちゃくちゃ簡単よ、見方はね。あのね、でもね、見方的にね、あのフレットは分かると思う、数字が全部フレットなんですよ。そう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 、数字がフレットになっててっていう感じなので、結構そうですね、そうですね、まあ私は多分これ見るより普通にタブ見た方が簡単だと思いますね。私はそうですね、なんかヘビロテのこのねタブの書き方してるのは実際ヘビロテとギブミーファイブだけなんですよ。でなんか間違いやすいところをまとめるためだけにこのタブ譜は作っただけであって、それ以外は普通のタブ譜で弾いてるんですけど、その2曲だけは自分が頭を整理しやすくするため、なんか視覚的に覚えるため、視覚的と手の感覚的に覚えないと覚えられないので、視覚的に覚えやすいようにって、あのヘビロテとギブミヘビロテとねギブミ5ってコード進行がほぼほぼ変わらないんです、一緒なんですよね。だからすごく紛らわしいんですよ、混ざっちゃうくて、ヘビロテとギブミーファイブのコードが。だから視覚的に差をつけるためにっていうので、ああいう書き方をしたんですけども、そう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 、一弦しか使ってないことはないですねそんな簡単ではないんですけど、そうだから、そういう風にね、あのして、まあ結構なんか自分で覚えれるようにっていうので、いろいろ工夫してね覚えたりとかしてましたね。
そう。なんかね、まあ、うん、簡単ですね。そう。そう、自分がね、分かればいいんですよ。もうそんな人に見せるもんやないから、もう自分がね、分かるように練習すればね、何でもいいと思いますよ、皆さん。私は結構そういう感じで、まあ、覚えやすいようにどうしたら自分が覚えられるかなっていうのを考えて、まあ、やるっていう感じでしたかね。結構もうあとはもうひたすら反復でやりまくるっていう、あの、弾いて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 みたいな感じでずっとやってたかなと思います。まあね、ちょっとね、緊張した分もあってね、あの、リハの方が間違えずにはできて、ちょっと本番間違えたりもしたんですけど、まあ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 、楽しかったらいいかみたいなね、って感じですね。そうですね。まあでもすごい、なんか思った以上にすごく好評みたいなお言葉をこうたくさんいただいたので、まあ、私的にもすごい嬉しかったかなっていうふうにはとっても思います。学生時代経験は全くないですよ。私あの楽器弾いたことないんですよ。実質楽器触らなかったんで。そうなんですよ、触らずに生きてきたのでね。まあこれからもね、もっとこう上手になっていけるように練習していきたいなと思います。でも逆にね、2ヶ月でね、あそこまでなったのは、まあ逆に自分を褒め、自分たちメンバーをね、バンドメンバーを褒めてあげようって思ってます。自分も含めね、すごいなって本当に思いました。はい、まあそんな感じで、もう30分ですね。もうちょっとでも家を出ないといけないので、そろそろ終了にしたいと思います。まあまたね、なんかゆっくりとね、振り返ったり、なんかこの曲はああで、あの曲はどうでみたいな感じの一曲一曲振り返ったりするのはまた今度でいいかなと思います。またね、これが終わったら次チーム4公演で、あやねの生誕祭がね、3日にあるんですよ。で、私それをね、今度そのね、覚えないといけないんですよね、今度。はい、そっちをね、覚える頭にシフトしないといけなくて、そっちをね、一生懸命覚えないといけないなというふうに、 またね、これが終わったら、また明日レッスンなんですよね、そのチーム4公演、あ、レッスンっていうか、明日チーム4公演のその3日のためにみんなで合わせるみたいな、みんなじゃないな、その明日初めてのメンバーと合わせたりとかしないといけなくて、ちょっともう覚えないといけないことが山のように積み重なって、まだ全然覚えられてないので、ちょっともうまたね、そんなに長くの配信はちょっとチーム4公演が終わるまではできないかなっていうふうには思ってます。ちょっと覚えないというね、あれいけないことがあるので、ちょっと頭をね、ベースちゃんから切り替えてアイドルちゃんの方にやらないともういけないので、短くなると思うんですけども、まあ30分ぐらいかな言うて、ちょっとその公演が終わるまではレッスンとかも続くのでと思ってます。はい、なので、まあ短い、まあまあできればね、1時間やろうかなみたいな、まあ1時間できたらラッキーな感じで思っていただけてたら思います。というわけでランキング、13位マックスエイトさん、12位ジェリーさん、11位ヨッピーさん、10位カラッチさん、9位キリアさん、8位ヤングさん、7位チカイシーさん、6位グッチーさん、5位ハルタロウさん、4位マーニャンさん、3位地道な走り屋さん、2位タカさん、そして今日の第1位はシンドさんです。地道な走り屋さん、お城ありがとうございます。タカさん、お城ありがとうございます。しんどさん、がタワーだったかな、タワーありがとうございます。というわけでですね、あ、昨日ですね、あの、劇場に行っていたので、お手紙とプレゼント、受け取ったんですけども、あのね、ちょっとね、荷物が、そもそも荷物が多かったので、ベースとに元々の荷物とっていう感じで、ちょっとプレゼントとお手紙が全部持って帰れなかったので、今度また劇場に行った時、12月3日に行った時に、あの、半分持って帰ったんですけど、半分持って帰ってないので、ちょっと半分ね、持って帰れなかったやつはまたその時に持って帰ろうと思ってるので、ちょっとまだ全部が全部ね、お手紙とか、プレゼントとか、ちょっとまだお手紙はね、昨日の今日なので読めてないんですけども、そう、ちょっと昨日もね、帰ってきたの遅かったんで、ちょっと読めてないんですけども、
プレゼントはね見ましたけども、ちょっとまだ全部が全部見れてないので、まあ、もしちょっとあれだったら申し訳ないです、すいませんね、ちょっともう荷物がそもそも重かったのでごめんなさいはい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。それでは私はもう行きます。バイバーイ。またオンラインお話し会でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。あ、縮小したらんわ。バイバーイ。またねー。